森田壮は、日本の女優、元子役。東京都出身。ホリプロインプルーブメントアカデミーを経て、ステッカー装束。幼い頃は木立ちたがり屋の、うるさい子供で、テレビに出ている、同じ年頃の子供たちを羨み、うるさくしてもいい場所に、との母の後押しもあって、小学1年生の時に養成所のオーディションを受けて、事務所に所属し、子役として、活動を開始する。 読書好きだったことから物語の登場人物になれる演技の仕事はすぐ好きになれたという。中学生の時にはオーディションを経て2015年公開のソロモンの偽証に出演。メインキャストの役を得られなかった悔しさからもっと頑張らないとダメだと演技への意識が変わる。第30回東京国際映画祭日本。 映画スプラッシュ部門選出作品で2018年3月公開のアイスと雨音にて初主演を務め若手演技派女優として注目を浴びる。身長は 157cm、スリーサイズは B73cm、W58cm、H82cm、靴のサイズは 24cm。血液型は B 型。趣味は読書。 映画鑑賞、音楽鑑賞、写真を撮ること、絵を描くこと、歌、ドラマ鑑賞。特技はサド、こと、ジャズダンス、バトントワリング、一輪車、モノマネ。ありがとうございます。